子供としてサッカーするのも楽しいですし、純粋にサッカーをしたっていう満足感というか幸福感を得てますね、非常に。僕はもう常に楽しくサッカーをする、みんなで一つのボールを蹴って、でみんなでゴールを決めて、でみんなで喜ぶっていうことをモットーにしてるので、やっぱり元気に前向きにね、そういったサッカーをやってもらえればなと、子供たちには。自分でやっぱり上手くなりたいっていう気持ちがまず大事かなと思いますよね。どうやったらドリブルが上手くなるんだろうとか、シュートが上手くなるんだろうとかっていうのを常にこう考えながらプレーしたりとか、あとは自分がこう憧れのね、目標としている選手のプレーをね、見て研究して真似てみる、自分なりにそう上手くなるなり方っていうのを考えてもらえれば、少しずつですけどね、上手くなっていくんじゃないかなと。やっぱやらされてやるサッカーっていうのは上達の速度も遅いと思いますので、自分からそのサッカーに取り組むっていう姿勢を、サッカー楽しいなって思ってもらえれば、まあ、自然と上手くなると思います。よくやっていたことは、やはり自分の考えていることを常にいろんな選手に声をかけてたっていうのはありますね。今はこう思ってるし、ここの時は俺はこういうふうに思ってるっていうのを常に周りの選手に伝えていた。で、逆に周りの選手の意見をしっかりと耳を傾けて、聞くことによってお互いの意思の疎通というかね、まあ、この場面では、この人はこういうことを考えているんだろうなっていうのを瞬時に分かるように、日頃から時と場所でよく話をしてましたよね。いつもなんですけれども、そのあれをしろこれをしろとか絶対に言いたくないの。シュート打てとか、今パスはこっちだよとかっていう、僕の価値観で子どもたちを導きたくないので、その時その時の子どもの判断をすごく重要視してあげたいなと思います。右左って子どもに指示するのが一番簡単なんですけど、そうすると子どもたちはその右と左っていうことしか覚えないので、いかに自分で今こうしたいああしたいっていう欲を出してあげられるかっていうことを気をつけてます。いつもはちょっとサッカーするのが怖いけど、今日はすごく楽しかったって言ってくれるような子どもがね、今日いてくれれば、もう今日やった甲斐があるかなと思うので、そういうところが少しでも増えるように、これからも引き続きやっていきたいと思います。いきます、せーの、バンド最高。